ジャンパーソンファイトフォージャスティス。謎は僕たちの夢さ。特捜ロボジャンパーソン、特捜ロボジャンパーソン。謎のニューヒーロー。ユミちゃん、ユミちゃん、しっかりしっかりして。ユミちゃん、まさかこの症状は。君、すぐに準備を。はい先生。この子は、ユミは何の病気にかかったんですか。次のニュースです。正月休みを海外で過ごし帰国した小学生の女の子が感染死亡率 75% と極めて高い新種の伝染病に感染していたことが判明。昨日都内の病院に緊急入院しました。幸い帰国して間もないことなどから二次感染者はいないものと思われますが、国内にはまだこの病気の治療ワクチンがなく、急遽 WHO 世界保健機関から輸入されることが決定。間もなく到着します。成田空港の若林記者に伝えてもらいましょう。若林さん、若林さん。はい、こちら成田空港の若林です。ちょっと待ちください。今、成田空港に待望の治療ワクチンが到着しました。テレビジャパンです。遠のご苦労様でした。このワクチンで伝染病は完全に治りますか。どうなんでしょう。下がってください。どうなんですか。答えてください。今一行はワクチンをしっかり持って輸送車へ乗り込もうとしています。これからワクチン輸送車は東洋医科大学附属病院に向けて出発します。それでは私たちも少女の待つ病院まで追跡取材をしたいと思います。現在車で横浜方面に逃走中の模様。警部、コウモリ警部、コウモリ警部。確かにこの俺は桜田門のバットマンという名を通る優秀なデカだ。だがな、名前はコウモリ。コウモリじゃない。すいません。320円、領収を忘れるなよ。高井戸。はい、領収書。伏し。はい。セット。はい。ほら、事件なんだろ。出発。はい。ただいま時刻は午後1時30分です。少女がワクチンの到着を待ちわびる東洋医科大学附属病院まであともう少しのところまで差し掛かりました。しかし今この瞬間にも少女の命の炎は刻一刻と消えかかろうとしています。早くこのワクチンを。お前の終点だ。失
さっきの。全員降りろ。邪魔だ、どけどけ。待て。止まれ。女が死ぬぞ。ちょっとどうするつもり？そいつだ、一緒に来い。この車には。待て。いかん。ワクチンは、まだワクチンは届かないのか。はい。何？ワクチン？はい。病院で取材中の別のスタッフから情報が入りました。医者の話によると、1時間以内にワクチンを接種しないと患者の命が危険だと。1時間？午後3時がタイムリミットってことは。よし、直ちに追跡続行だ。はい。さあ、はい、みんな降りて。早く降りて。さあ、早く降りて。高いぞ。はい。ちょっと、え警視庁、警視庁、こちら小森。ただいまジャックされたワクチン輸送車を追跡中。至急応援を請う。伝染病ワクチンだ。幼い女の子の命がかかってるのよ。このまま病院にワクチンを届ければあなた英雄よ。きっと上場も釈量されるわ。第三不当へ向かえ。一行でもするつもり？全くいいこと聞いたぜ。これ以上の人質はない。高飛び成功間違いなしってわけだ。止まれ。止まらとすぞ。ワクチンがどうなってもいいのか。警部、下手をしたらワクチンが。撃てるもんだ、撃ってみろバカデカ。わざわざ組織を裏切って逃走資金まで手に入れたんだ。ここで警察なんかに捕まってたまるか。一体何のこと、その組織っていうのは。Shh.
最悪だ、絶望だ、神も仏もないのか。助けて、誰か助けて。
頼みもしないのにシャシャリ出てきやがって。何者だ、正体を見せろ。待ってください、こんなことしてる場合じゃないわ。そうだった、タイムリミットが。もうダメだ、あと5分しかない。勇気ある行動がユミちゃんの命を救いました。ユミちゃんはご覧の通り病院の中で散歩できるくらい体力を回復しました。2週間後にはユミちゃんは退院し、お友達と学校で楽しく遊べることでしょう。ジャンパーソン、果たしてその正体は。いずれにしてもこの謎のヒーローが悪の魔の手から私たちの町を、そして死に瀕していた幼い少女の命を救ったのです。無力な警察に代わってジャンパーソンが私たち市民を力強く守ってくれたのです。何がヒーローだ、こんだったら必ず正体暴いてやる。警部、コウモリ、あ、いや、コウモリ警部、逮捕したヒルタが自供しました。自供した？はい、奴が裏切ったという組織の名はギルド。ギルド？ギルタ、貴様ごとき虫けら一匹、簡単に始末できると考えた私の誤算だった。いずれお前の息の根は止めてやる。その前にまずこいつを始末しなければならん。そいつの名はジャンパーソン。我がギルドのロボットたちが密かに、そして巧みに人間社会に侵入し、この国を、世界を乗っ取る日は近い。ジャンパーソンの正体が何であれ、我々の敵であることは間違いない。消せ消せ。ニューヒーローが誕生した。その名もジャンパーソン。だがそれ以外は一切謎に包まれたままである。果たしてその素顔は、その実態は。早くも登場した強敵を相手に
どんな活躍を、戦いを繰り広げてくれるのか。ニューヒーローに、ジャンパーソンに、君たちの熱いコールを。朝焼けに燃える無口な頬にきらめく光は涙だろうか。優しさは時には戦うことだと言ってるようなあいつの背中ジャンパーソン、オージャンパーソン、ひとりどこへ行く、ひとりどこへ行く。ジャンパーソン for justice。 突如現れたスーパーロボットジャンパーソン、果たしてその正体は。怒りに燃えるギルド首領ベン・フジナミは最強のロボット軍団を送り込んだ。ギルドとのファイナルバトル、この壮絶な戦いを君は見たか。特装ロボジャンパーソン、俺が正義だ。 See you again。